三味線という楽器はまだまだ世界的に見てもそんなにまだ馴染みがないと思いますので、少し説明をさせていただきます。この楽器はですね、簡単に言うと、ボディ、そしてネック、そしてヘッド、これは天神というんですけれども3つの部分になってまして、たった3本のこのシルク、絹糸が張ってあるだけなんですね。ですごくこういう大きなバチでこういうふうに弾きます。でとってもこの楽器の特徴ある部分はどこかと言いますと、この、触りという装置です。これは実は後ろにこうやってネジがついておりまして、このネジを、回すとですね、このようにビーンというこういうちょっと濁った音がつくんですね。分かりやすく言うとピアノのペダルをこう踏んだ状態で押すという状態になってます。この音色はとっても、インド の, セタールに近いというふうに言われてまして、日本の楽器の中でも、こういう装置がついているのは三味線ぐらいなんですね。で三味線というのは他の方楽の楽器に比べるととても実は結構割と新しい方で、その当時江戸の人たちにとってもすごくこうなんていうんですかね、異文化の香りのする楽器だったそうです。だからとってもこう流行りましたし、トレンディーな楽器にだったわけですね。で一番なんていうんですか、流行した、いわゆる今でいうポップスとかロックとかジャズとかこうクラシックとかこう流行った曲を真っ先にこの三味線というのは取り入れて、こうお座敷とかあと歌舞伎とか、文楽とかそういう劇場で真っ先に演奏されたそうです。だからこう一番その時は最先端を行く楽器だったわけですね。そんな楽器なのでロンドンの皆さんに聴いていただいてもきっと多分こう自然に聴いていただけると思います。あまりこう日本の楽器という、こう型を張った、感じで、お聴きいただかなくて、大丈夫だと思います。